ナイキハイグレードは地方競馬全国協会に登録されていた競争馬である。主な勝倉は2009年の羽田坂月。2007年7月16日、ハバセレクションセールにて、JRA2500 万円で落札され、JRA 日高育成牧場で育成、調教が行われた。2008年5月19日、千葉サラブレットセール2歳トレーニングセールに上場され、 ボバ最高落札価格となる1160万円で落札された。初戦は競争除外、自走は大差の3着となるが、そこから3連勝で敗成功記念を制し重傷初勝利。その後2歳ダートチャンピオンを決める全日本2歳優勝に出走するが数に、ナサニエルの3着に敗れ、2歳シーズンを5 0三3勝で終える。3月25日、 南関東三冠を目指し前哨戦の京浜坂月に出走し追い込んでくる車霊ストーンを頭差し押さえ勝利その後4月22日の羽田坂月に出走高一位相から先に抜け出した車霊ストーンを首差し切り南関東一冠目を制する二冠を目指し6月3日の東京ダービーに出走同級者の南関東品馬カンバネフェルメモリーも 出走した。レースは中段から進めたが、サイレントスタメン、ブルーヒーローに差し切られ3着となった。復帰初戦は2月17日の放置グランプリカップに一番人気で、出走したが7着に敗れた。続く、ダイオライト記念では、見せ場なく10着と大敗した。レース後は休養に入った。2011年5月3日、カキツバタ記念で一年二ヶ月ぶりに復帰。 最後肩から追い上げたが6着。レース後は休養に入った。高知競馬に移籍し、一般戦を3連勝した。続く柿津畑記念では、見せ場なく9着に敗れた。5月18日の会場王、岩崎や太郎特別を制する。北海道スプリントカップでは終始後方のまま10着。帝王賞は13着と大敗した。7月22日のトレノ賞は3着に入った。 8月6日の夜サコイフェスティバル特別で優勝。川島正幸9舎へ復帰したが、一度も走ることなく1月24日付で、競争馬登録を抹消された。母ダイヤモンドコアは1998年大歌唱、1997年、東京三歳優秀品馬の勝馬。ありがとうございます。